はいどうもこんにちは、おもチャンネルのタウです。さあということで、2023年の8月に、ね、入りました。皆様ね、もう本当暑い中いかがお過ごしでしょうかね。いやもう1年とね、もう1ヶ月ですか。いや時が経つのは本当早いんですけどもね。まあ8月ね、新しい月がね始まったということで、さあそれでは早速ね、今月のトミカ、そしてプラレールとかもねちょっとね見ていこうかなと思いますんで、ぜひね最後までねお付き合いよろしくお願いいたします。あ、9月のね新商品とかももしなんか追加あったら、その辺とかもちょっとチェックしていきますね。さあそれでは行きましょう。おっとそう最初に言うのを忘れておりましたが、あれなんですよ、ちょっと今ね、出先でこれノートパソコンのね内蔵マイクで撮ってて、ちょっと音声聞きにくかったら本当すいませんね、申し訳ないですがね。さあそれではちょっとね行きましょう。さあでは参りましょう。8月のね新商品です。まずですね、はいこちら通常版からいきますね。いやもう僕ね、マツダ616よりなんかこうサクラの方がちょっと楽しみで申し訳ないんですがね。はいこちらね2種類で登場しますが、ナンバー6番がマツダ CX-16 ですね。こちらが初回ですね、初回特別仕様がね同時に登場しまして、初回がホワイトで通常版がね赤ですね。多分ねどっちもね、まあパール系というか、まあキラキラしたねカラーリングにはなってくるんじゃないかなと思うんですが、このようにね2つ登場いたします。でこれですね、まあギミックはねサスペンションのみとなっておりまして、でこれ作り的には今のところもうパッと見てみると、ヘッドライトとか塗装で、後ろはちょっとね確認できないんですが、リアも多分塗装だと思いますね、レンズとかね。で内装もまあまあしっかりとは作られてると思うんですけども、まあ期待して待ちたいかなと思います。でギミックはねサスペンションのみとなってますね。先月とかねサスペンションすらない月だったので、ちょっとまあ今月おサスペンションあるんだってなんか謎の、はい、喜びがあります。でこちら入れ替えですね、こちらね廃盤になっちゃう、ね、車両がですねナンバー6番の日産キックスとなっておりますので、こちらもね本当いい車両だそうなので、持ってない方はね買い忘れのないようにお願いします。でもう一つの方がねナンバー8番がこちらね日産サクラ、これいいですよね。でもサクラならではのねこのカラーですよ、桜色と言っていいでしょうかね、美しいこのね電気自動車 EV 自動車ですね。こちらがトミカになって登場です。まあちょこちょこね街中でもね見るようにはなってきたとは思うんですけども、非常にね走行してるところとかなんかまあ可愛くて、そしてめちゃめちゃ静かなんですよ、ビックスで静かで、まあそれは EV なんでね当然なんですけどもね、ね本当素敵な車両だと思いますね。でこれも作りも結構ねトミカの作りも良くて、こうグリルのところとか全部これ多分クリアパーツがねこう貼られてるんだと思うんですよね。まあ本当形とかも色合いとかもね良さげで、後ろもちょっと気になるところなんですが、まあ出来はいいんじゃないかと思います。でこちらですね、ギミックはこちらも、ね、サスペンションのみとなっておりまして、で入れ替えでね廃盤になっちゃうのがこちらがねナンバー8番がねトヨタのライズになります。こちらもね素敵な車両ですね。気になった方はぜひお早めに納車の方済ませておいてください。まあなかなかね素敵な、ね、通常版のラインナップで登場しますね。まあでも夏にしてはなんか僕的には落ち着いた感じじゃないかなとも思っております。来月がちょっとね強烈なんでね。で続きましてトミカギフトも登場します。はいこちらですね、なんでしょ う、 こう夏にふさわしいと言っていいのかどうかは分かんないですけど、去年か一昨年は確かキャンプのセットだったと思うんですが、今回は遊びに行こうトミカ動物園セットですね。こんな感じのね3種と、あとストラクチャーというか、まあ、小物付きのねものになっておりまして、バスとジムニーと、あとこれがワニかなカメかなどっちでしょうか、名前どこ書いてるか、ワニですね。はいこのような、ね、感じの、ね、3種になってまして、まあ、それぞれね、まあ、オリジナルの車両ですかね。こちらがトミカ動物園と書かれてパンダの、ね、イラストが書かれている白黒のバスですね。日野です、これ車両なんだったっけこれ、日野セレガか最近忘れっぽい日野セレガになってまして、でそのお隣がこれがジムニー、これが何かでしょうか、動物園巡回車となっておりますね。こんな感じのオレンジ色の、ね、明るいジムニーね。ジムニーもほんといろんなバリエーションが出てますよね、うん、ルーフの部分のこの黄色の回転灯もなかなかいい感じじゃないかなと思います。で、あ、ボンネットにもね、これトミカタウンズーという、ね、こうロゴが書いてますね。ゾウのマークも書かれてます。で、もう一つがワニトラック。こちら、親子のワニがね、乗っているトラックになっておりまして、側面にもね、トミカ動物園、そしてワニのイラストが書かれてて、で、この頭のね、このカラーがね、赤色っていうのが僕は結構好みですね。なかなかいい感じのね、3種の車両のセットに、さらに小物がこんな感じのね、縦看板ね。
日本語と、あとこれが一応多分これ普通の看板だと思うんですけども、アザラシかな、アザラシにトミカ動物園バス乗り場と書かれたね、こんなね小物もついてくるので、またこれね面白いねセットですね、楽しみにねしたいかなと思います。で、下行きまして、ジョブレイバーですね。こちらハイメディック救急車、こちら登場いたしますね。こんな感じですね、まあおなじみの変形合体と言っていいんでしょうか、このような形になっておりまして、おこれも可愛いですね。ジョブレイバーに関しては本当ね、もうあの動画遅れがちでなんか申し訳ないんですよね。まあこの道を購入してもう早くしたい、はい、こんな感じで消防車とも、ね、合体したいしね、うん、いやちょっとすいません、もう謝るしかできてなくて申し訳ないですけど、はい、こちらもね楽しみにしたいと思います。で、続きましてが、あそこそトミカプレミアムあります。こちらねナンバー29番のマツダサバンナ RX7 ですね。こちら登場いたしますね。美しい明るいこう緑色ですね。で、ねなんかトミカ博のオリジナルモデルかなんかでもね、RX7 のね緑色とかなんか登場してる気がするんですけど、僕の思い違いですかね、なんかそんな気がするんですが、まあその辺とかとまた比較とかもしたいと思うんですけどもね、はい、こんな感じでねプレミアムでサバンナ登場しますね。こちらでギミックもね結構しっかりしておりまして、左右のドアの開閉と、あとねリトラクタブルライト展開収納となってますので、まあサスペンションちょっとないみたいなんですが、まあギミックはねしっかりとしておりますので、これもね楽しみにしたいかなと思います。展開した感じこうですね。で内装もねなんかこうダッシュボードは茶色ですかね、シートも茶色ですね、ちょっとこう色がついたね内装になってるので雰囲気もバッチリじゃないかなと思います。でナンバー29番、こちらね入れ替えで廃盤になっちゃうのが、あマクラーレンの F1 ですね。こちら廃盤になっちゃいますので、気になる方はこちらもねぜひお早めに買っておいてください。で続いてがトミカリミテッドの、あリミテッドじゃないトミカプレミアムアンリミテッドですね。こちらも RX7 ですが、はい、高橋圭介賞ですね、イニシャル D の高橋圭介がアンリミテッドで登場しますね。はい、こちらもね黄色が眩しいね車体になってまして、でこれもギミック結構しっかりしてるのかなですね。サスペンションとリトラクタブルライトの展開収納となっておりますので、まあフォルムとかあとホイールの感じも結構いいんじゃないかなとは思うんですが、またこれもなかなかコレクションしがいのある車両だと思いますので、ぜひちょっとね楽しみに待とうかなと思います。いいねいいね、このアンリピテッドシリーズも本当どこまでねどんどん出てくるのかちょっとね今後楽しみですよね。で続きましてが、はい、こちらモールオリジナルですね。これはプレミアムになりますね。はい、こちらね 2000GTR ですけども、こちらがね赤でね登場しますね。でこれはねもうすでにないですね、予約は締め切ってるみたいなので、もし購入するとなれば再開されるか、あとトミカショップとかでね購入できると思うんですけども、この赤のねスカイライン登場します。でこちらはギミックもねちゃんとしておりまして、サスペンションと左右のドアの開閉ですね。でまあ形ももちろんねもうしっかりとできてると思うんですが、この辺のねロゴとかもちゃんと入ってまして、であとここもあるかな、これもねまあ期待して待とうかなと思います。なんといってもまあ僕は好きな色は赤色なんで、もうボディカラーだけでもこのカラバリだけでも本当いいかなと思っております。あくまで個人的な意見ですよね、本当楽しみです。で、続きましてが、あそこそこそこショップオリジナルモデルもねこれぐらいありますね、他追加されてないですね。はい、このね2種類が登場しまして、左からいきましょうかね。これねこの先ねちょっと情報先出しになっちゃうんですけど、なんかねミニオン系の車両が出るか出ないかという噂をちらちら聞いてるんですけども、まあ、僕の中では確定ではないので、まあ、そういう噂程度で聞き流していただければいいかなと思うんですけども、まあそれに近いようなこのスイマックスのブルーですね、こちらねオリジナルモデルで登場ですね、トミカショップですね。はい、これももうかっこいいですよまあ各車というよりねもう本当かっこいい、ね、車両になって思いますので、でこれもねほらほらもう予約とかね受け付けてないで、結構ねやっぱ人気が出るねものだと思うんでね、もうすぐ発売ですね、5日になってるんで土曜日ですね、ちょっとね頑張ってトミカショップに買いに行きたいと思います。僕油断してて予約してなかったんですよこれねだからトミカショップ当日行きたいかなと思います。でもう一つイトーヨーカドーのオリジナルですね、フェアレディ Z のロードスタートリコロールカラーデザインですね。こちらがまあブラックがメインのカラーになってまして、そこにトリコロールのねこのね青白赤のねラインがフロントから後ろにかけてこう走っているといったね、まあイトーヨーカドーさんらしいトリコロールのねデザインの車両が登場です。で側面にはねイトーヨーカドーのねマークも入ってて、で多分反対側も入っていると思うんですけども、その辺とかはまあね発売されて手にしてからね確認してかなと思います。
これも楽しみですね。まあ多分オムニセブンですかね、あのセブンネットか、そこでまあ買うことができると思いますんで、その辺とかもね、はい、ここリンクありますんで、多分当日の10時ぐらいだと思うんで、気になる方はね、ぜひそちらでもね購入してみてください。で、8月はとりあえず以上ですね。特に大きな追加みたいなものはなかったと思うんですけども、今月はまあ割とねこう夏ですけども、まあ暑い夏というか、まあちょっと気持ちを落ち着かせてくれるこの8月のねラインナップとなってたんじゃないかなと思いますが、とは言いつつも、まあ欲しい車両ねばっかり登場しますんで、皆さんね一緒にねちょっと楽しみにね待っていきましょう。で、あとそれ以外行きましょうか。9月に追加は何かあるのかな、多分特にはないと思うんですけどもね。皆さんどうですか、森蔵エディション予約できましたかね。これね、僕なんとかまあ何台か3台ぐらいですかね、でもそんなに多くはね予約はしてないですけども、一応ね押さえておきましたね。これね、フロントガラスにね森蔵のサインがあるというね素晴らしいサインなので、これも、ね、発売日とか本当争奪戦になると思いますので頑張りましょうね。で、それ以外9月は、あ、そうか、アドベントカレンダーもありましたよね。そうそうそう、結構7から追加ある。アドベントカレンダー、僕ちょっと期待してたね、ものとはちょっと違うんですよ。噂では聞いてたんですが、これがね、クリスマスをね、こう、1日から24日にかけて、なんていうの、クリスマスをカウントダウンするというね、まあ意味合いがありましてね。で、そのカウントダウンの毎日こう、プレゼントがあるみたいなね、そんな感じのね、アドベントカレンダーがトミカで登場しますね。まあ以前からね、ホットウィルとかでもあったんですけども、トミカは初になるんですかね。で、ラインナップ的にはね、全部トミカじゃないですよ。トミカの車両はこのスペシャルトミカですね。ちょっと見えにくいですね。ちょっと大きいの。これにしましょう。このね、バスのね、クリスマス仕様の、ね、トミカが1台含まれていて、多分ね、もうこれ多分答え言っちゃうとあれなんですけど、多分最後の日に登場しそうな気もするんですけど、24日ね。気がするんですけども、トミカが1台含まれてて、でそれ以外がこのね街をね彩るクリスマス仕様の、ね、トミカタウンのアイテムたちになってるんで、まあどうでもね結構可愛いと思いますね。プレゼントとかね、自動販売機とかベンチとか、あとねフィギュアもねありますので、まあこの箱自体がねなんかちょっと街づくりができるような形なんかな、まあこんな感じのねものになってるんで、ちょっとね期待して待ちたいかなと思います。このちょっと飾り方は番号ねこう残ってるんで、これビリッと破らないから、その辺とかもちょっとまあ気になるんですが、またね発売されたらねどうしようかな、カウントダウンしながら開けるか一気に開けるか、ちょっと今迷ってるところなんですけども、楽しみに待ちたいと思います。アドベントカレンダーですね、これ毎年来るんかな今後ね。で、あとそのお隣ですね、トミカワールドのつながる道路セット、マイホーム付き、こちらが登場しまして、まあまあトミカタウンの道路系というのはまあ定期的にいろいろと出てくるんですけども、こんな感じで道路のセットが登場します。で、道路だけではなくこうマイホームが付いてて、これがですね、交番ですね、今すでに出ている交番をちょっと色替えしたというか、まあ、リニューアルしたようなね形のものになってるんで、形自体はね多分同じだと思います。で、これの登場に伴いまして、なんかヨドバシとかの通販で見ると交番がねなんか在庫がねなくなってきてるんで、ひょっとするとあっちが廃盤になる可能性もあるかもしれないので、もし気になる方はこれより先に交番ねフィギュアついてたりするんで、なかなかね遊べますんでね、ぜひそちらの方もねチェックしておいてください。ちょっと画像出しておきましょうか。はい、こんな感じのものですね。交番素敵ですので、交番の方僕はなんかちょっとおすすめしたい。まあもちろんこのねマイホームもいいと思うんですけどね。で、それ以外9月はいっぱい、もうなんかなり結構よく考えたらありますねこれね。こちらが、道路工事現場ですね。で、これがね、まあ大事ですよ。トミカと造形パーツがついてて、道路工事の現場自体はまあシンプルだと思うんですけども、こんな感じのグラップルカーですね。はい、こちらね、グラップル仕様のブルーがついてくる。まあもうこれがついてくると買う以外の選択肢は僕の中にないんで、ね、もう買っちゃって楽しみたいと思いますが、こんなね、素敵な道路工事の現場をね、再現できるね、トミカタウンが登場しますんで、皆様、本当要注目でございますね。で、それ以外に、モージョブレーバーね、あ、そうセブンイレブンとフェアレディ Z の覆面も出るんでしたね。はい、忘れておりました。もうパパといきましょうパパと言ったらダメですけど、まずこちらね、セブンイレブンのトラックが変形合体するね、こんな感じのね素敵なロボット登場しますね。いいですね、企業とのこのコラボ最高ですよね。引っ越しと黒猫ヤマトの続いてセブンイレブン、もう最高じゃないですかね。いいですね、いいですね。で、もう一つね、フェアレディ Z の覆面パトカー。これもね、まあ、黒くてこう渋いね、覆面がね、変形型してくれるんで、あ、この羽とこのこの Z いいですね、これ。これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。で、これは楽しみだわ、これ。このね、2体も、ちょっとね、登場楽しみにしましょう。セブイレと覆面ってなんか、ジャンルすごいですね。うん、で、
や、これはもうちょっとね、先日話しましたが、カップヌードルのね、これね、ダブルタブと、あとね、コレクションですね、富隠しのコレクションが登場します。で、このコレクションが人気ありまして、もう結構ね、いろんなところで、ってかもうほとんど売り切れてると思うんで、もしコンポリート狙おうと思ってる方は、まあ、店頭でボックス買いをするのがもうベストかなと思います。はい。まあ、一応コンプリートできるっていう保証はないんですけどもね、まあ、多分箱で買えばコンプリートできると思いますので、もうすでに、ね、予約はもうほぼほぼないと思いますのでね、まあ、気になる方はもしありましたら早めに押さえておいてください。プノードなかなかの激アツです。でディズニートミカは、はい、これねパレード前に言いましたが、こんな感じの可愛いねスイーツフロートシリーズね、これが5つ登場しますね。ほんと可愛いですね、これも全部繋いじゃいます。で続いて下が、あそこはマックイーンデーですね、ね、これもありました。で、あと追加は特にはないんかな、ないんかな、ないんかな、あった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 、なんだこれっていうか、あれちょっと待って、こうやってアピタピアゴ久しぶりじゃないのこれ、結構なんか久しぶりですね、このワイルドスタイルね。あれ終わっちゃったんかなって思ってたところがあるんですけどもね、ボリューム4、ね、登場するんですね。はあ、なるほどね。今回はこれ緑とシルバーなんですけど、真ん中のラインがシルバーだと思うんですが、なかなか渋いね、 2000GT が登場いたしますね。ワイルドスタイルをちゃんとやってくれるんですね、よかったよかった。でこちらね、これもまたなんだこの可愛いのこれが、あ、キディランドオリジナルなんですね。へえ、キディランドか、ほうほう、珍しいですねキディランドね。なるほどね、リラックマのパンダ、もう見たまんまですけど、はいリラックマがこれパンダに扮装と言っていいかな、これパンダの着ぐるみでも着てるんですかね。あ、リラックマ自体が着ぐるみ、あ、あんまり言っちゃダメなんかまあこんな感じのね、パンダ仕様のリラックマが登場しますんで、キディランドでね出るみたいなので、ちょっと買いに行こうかなと思います可愛いですね。でこれぐらいですね、はい、とりあえず9月の追加はこんなものでございましたので、まあ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 、また楽しみがちょっと増えたかなといった感じでございました。であとプラレールか、プラレール、そうそうそう、ネットがテザリングがちょこちょこ切れるね、はい、プラレールね、行ってきましょう。てか8月プラレールありましたってそういう疑問があるんですけど、今月はあないですね、はい、7月から今月で、先月と7月から、次9月に到達してるんで、8月ちょっとないです、今月ないですけども、まあ、9月のね、ちょっとこれ追加されてるんで、とりあえず見ておきましょう。はい、これね、もっとトミカと遊ぼう、運んで出発、情景いっぱい、駅前ロータリーセット、こちらが登場します。でこれベースが多分スピードジェットじゃないかなと思うんですけども、こんな感じのねレイアウトと車両がねセットになったものが出るんですが、まあ、トミカをね運搬できるようになってるみたいでね、本当一緒に遊べるね、なかなか面白い感じの車ですね。でオリジナルのねこのねレールとか、あと踏切もね一緒になってるし、お店もあって、駅前ロータリーがかなり今回注目のアイテムじゃないかなと思うんですけども、これとあとねスピードカーゴですね、これはスピード、まあ、多分ジェットと一緒の形だと思うんですけど、ただ真ん中がねトミカがねこう乗せれるねギミック付きのね車両なので、まあ、今回もねまたこう楽しめるね感じじゃないかなと思っておりますので、ね、楽しみにね待ちたいかなと思います。いいですね、なかなか渋いですね、うん、で本当レイアウトもねちょっと結構ねボリューム満点のセットになっているので非常に楽しみです。まあとりあえず、まあ、9月はでも今のところこれだけですね。はい、以上でございました。はい、ということでございまして、どうですか、ちょっと音のね聞こえが悪かったらごめんなさいですけども、今月8月に入ったということで、トミカとかねちょっと見ていきましょうか。あ、今月ねもう今週の末ですよね、トミカ博もありますんでね、トミカ博 in 東京ね、僕、来週の半ばぐらいに行こうと思ってるんですけどもね、あいにくちょっと天気予報が雨になってたんですが、ちょっと残念なんですけども、はい、トミカ博 in 東京もねチケット取ってるんで、息子と今回はねお邪魔しようかなと思っておりますんで、またねそちらでねイベントモデルとかね手に入れたらね紹介しようかなと思っております。まあということで、まあ、ババッといっぱいちょっと今回も喋ってしまいましたが、8月入りました、本当ね暑い時期に入りました、暑い気温が続きますので、ね、皆さんね熱中症対策とかね本当お気をつけてねお過ごしください。まあということでね、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。ももチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコミュニティ評価とのお知らせなのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もねチャンネルでご覧いただきましてホテルアウトでございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。